まずインスピレーションっていうところから言うと、2011年の震災があって原発事故があって、でそれをバンクーバーのニュースで知ったんですけど、それ以降やっぱりその日本が今からどうなっていってしまうのか、あとはその自然の破壊というか環境がどうなっていってしまうのかっていうのが常に心の中に ありまして、でその翌年にカナダのカナディアンロッキーに行った時に、まあ、巨大なその氷河がだんだん溶けて岩山をとか森をこう削りながら、でその水が溶け出した水がその美しい自然を作っているっていうのを見た時に、頭の中でその今実際にここではそういう自然のなんて言うんだろう、活動が起きてるけども、日本では原発が壊れてその中で放射性物質が溶け出して、それが誰の目にも触れることなく地中に染み込んでいって、海に染み込んでいってるかもしれないっていう、同じ溶け出すっていうものでもすごく違うんだなっていうことが、そこからインスピレーションが湧いて作ったものです。あとは、素材自体もいつも日本で使っていたペンじゃなく、インクではなくて、そのインクが手に入らないので、カナダで買った、同じようですけどちょっと違うインクで書いたので、少し発色だったりちょっと違うと思います、そういう意味ではちょっと自分の中でいろいろ挑戦して初めて海外で大きいのを描いた作品です。あとはそのこの間も少し言いましたけど、やっぱりこのカナダとかアメリカに来て広大な空間っていうのはやっぱ日本と全然違うので、これは本当にその空間をすごく出したくって、そういう意味でも雲とかをこうやって積極的に取り入れたりとかっていうのも今までにはそんなになくって、どっちかっていうと白い真っ白の背景だけなので、この作品はビクティムっていうタイトルなんですけど、テーマで言うと蛇の大きな蛇に人間がたくさん住み着いているっていう絵になっていまして、その蛇っていうのは自然の象徴で、その自然の中に人間が住み着いて、それをこう蛇の体を要は壊していっている。でも逆に言うと蛇自体もまた口の中に、この飛行機を飲み込んでいって、蛇自体も人間をこう取り込んでいる。だから自然と人間がお互いに犠牲者っていうか、食べられたり食べたり食べられたりっていうものを描いた作品です。それでインスピレーションは飛行機の上から見た夜景がすごく宇宙みたいで綺麗 で夜景の作品を一回描いてみたいなって思っていたので、そういうところから夜景が最初にあって、それがだんだんこう蛇の形になっていったっていう感じです。これは、2008年に描いた予兆という作品で、2年間かかりました。でそもそも初めは、山が僕は好きなので、スキーとかそういうロッククライミングとかが好きで、これまで描いたことのなかった雪とか氷をテーマに描きたいと思って描き始めたんです。最初はここら辺からこう雪と氷の世界をこう描いていく行ったんですけど、だんだん発想が広がっていって、雪と氷だけじゃなくって、白いものが降り積もっているっていうことで、なんか粉だ、化学物質の粉だったり、なんか白い人間の骨だったり、あとはこう波しぶきの白いなんか波頭だったり、そういう一つの白っていうところでくくって、いろんな物質が雪のようにこう降り積もって溶けて削れて、いろいろな物質文明がそこから現れたり、もしくはそこにこう積もっていって消えていったり、出てきたり飲まれたりみたいな、そういうイメージで結果的には制作していって、で最終的に、そういったイメージがいろいろ降り積もって、こういう大きな波の形を最終的には借りて、で制作した作品なんです。ただその僕の場合はこういうのを描くときにほとんどイメージがないまま描いていくので、全てがこう即興でっていうか、描きながら描いていって、完成した後に見てみたらすごくこの息苦しく感じたので、最終的には
こっちにもう一枚左にパネルを継ぎ足して離れてみたら結構良くなったので、まあそういう、なんて言うんだろう、まあそういう作品です。うん、いや、こう来て、だん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 来て、こう来て、こう来た。最後。タイトルは予兆って言うんですけど、これを作ったのは震災の前なんですが、そのくしくもっていうか、2011年に本当の震災が起きてしまって、やっぱりその津波でたくさんの人が亡くなって、いろんなものが壊らされて、そういうことがあって以来は、この作品が、その、やっぱタイトルが予兆っていうことと、あとはそのイメージが本当に津波を連想させるっていうことで、いろいろと展示も日本ではまだされていなくって、だからここで初めて、その震災以降、人々の前に展示されるっていうのが、僕はすごく嬉しいですし、どういう反応があるかっていうのは、すごい楽しみです。あとはここに日本列島が隠されてたんです。はい、上にあるでしょ。九州、四国、沖縄、ここにあるんです。看板でございます。ただ個人的なことで言うと、この絵を描いてる間に結婚式をしたり、この祖母が亡くなったり、あと子供がお腹の中に赤ちゃんができたりっていう、そういうのも入れてたりとか、まあ。公私混同してますけど、そういったいろんなものをよく見ると、探すといろいろあるっていう。My name is Manabu Ikeda. Please come to see my show in Japan Society. Thank you. どこに書いたかな。でも日本では。日本の展覧会ではもうみんなやっぱりしょっちゅう来てくれる人はそれを知ってるから、必ずサインを探しに来ましたっていう人いっぱいいるんです。